やばいでしょ、まだ1分10とかだよ、これ。やばい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 。やばい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 。チキラドームジェジュンです。今回はこちらワールズウォームアップというわけで、こちらの大会、世界大会ですね。まあ、クイーンウォーカーズもね、出てたんですが、まあ皆さん知っての通り敗退となってしまいました。まあこちらの大会からもね、まあいいリプレイっていうのがたくさんありつつ、クイーンウォーカーズ以外の対戦からもリプレイをピックアップしていきたいと思います。まあ、今回初回はスケルトンインドラのアタックです。まあ、初日のね、戦術別の全開率みたいなのもね、発表されてたんですけど、この初日のアタックの中でトータルで9本のスケルトンインドラのアタックがありました。そのうちの8本が全開で、9分の8全開で、全開になるのも非常にタイムが早いし、まあ、現環境一番強い戦術はこれですねっていうのが、まずこれのせいでマルチ IT もすごく増えてるし、配置もかなり変わったなっていうのが、タウンホール13最後って言われてる中、最後にしてね、急に環境を変えるような戦術が飛び出したなっていうところで、まあ、今回はそのスケルトンインドラのアタックをね、全部見ていきたいと思います。早速やっていきましょう。さあ、早速見ていきましょう。これは、リキレズ選手ですね。リキレズ選手のアタックから、ハノイロイヤルとの対戦ですね。まあ、基本的に呪文構成は、まあ、前回ね、ご紹介したようなまんまかな。うん。インドラが14体、バウンが11体。で、レイジに、まあ、こう、スケルトンが6体。まずは、サイドカットをきれいにやっていきつつ、インドラ開始です。ここで初手と思う。もう、ほぼすべてのね、インドラとバルにかかるようにかけていきましょう。で、これはロイちゃんだったり、クロスボウのタゲを、もうかなり早めに3発、ポンポンポンと打っていきました。で、キングの方にもね、スケルトン打ってたんだけど、シングル IT タゲられてしまったので、フリーズで耐えています。で、ここでポイズンなんだけど、ちょっと外れてるね、このポイズンは。何にも当たってないかな。まあ、ゴブリンに当たってるけど。まあ、基本的には、まあ、ロイヤル、じゃないんだよ、あいつ、ストライカーにかけるようなね、ポイズンがいいとされてるんですが、ここでしっかりと突撃感を届けていって、残り、ロイヤルチャンピオン登場で、まだスケルトン1枚冷静に残してますね。ここをシングル IT にダメ押しの、あのシングル IT に対して2発分のスケルトンを置かれてますからね、あそこ。地味に。交互にタギを取ってもらって、ロイヤルチャンピオンがまだまだここから伸びていく。これは強い。しかもこれでいて時間がまだ1分半以上残っている。これは圧倒的全開です。インドラ自体もそこそこの数は残ってるし、ビョン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 と。素晴らしいフィニッシュ。いやー、これは強いですね。この戦術は本当に強い。刺さる配置に対して、なんか、テスラでどうこうとかそういう問題ではなかったりするし、援軍どうこうっていう話でもなかったりするし、まあ安定して初見から強い戦術かなと思います。さあ、続けて見ていきましょう。対するハノイ側のスケルトンインドラのアタックです。さあ、初手でスケルトン2枚置いてからのスタートになっていきました。これはなぜ初手で置いたかっていうと、トームをね、タウンホールのところで合わせたいので、初手トームしないからですね。初手トームしない代わりに、先にターゲットを取ってもらうためのスケルトンになっています。まあ、このピアノって人はね、もともとラバルが得意だったはずの選手なんですが、まあ、世界大会とかも出てたね。まあ、超有名アカウントの方なんですが、はい。まあ、そんなラバルのトッププロの人がね、この戦術を使っているということで、ラバルをせずにこの戦術をやっているということで、まあ、どういうことなのかわかるんじゃないかなと思うんですが、まあ、かなりいい感じに進んでますよ。ここまだレイジあって、インドラの数えげつないまだ残ってますね。で、フィスト使いつつ、まだ、これ圧倒的すぎる。素晴らしいフリーズ。強すぎる。やばいでしょ、これ。ここでダメ押しのレイジ。やばいでしょ、まだ1分10とかだよ、これ。やばい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 。やばい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 。強すぎる。1分15秒でのスピードアタック。こんなん無理でしょ。これは強すぎる。これは強すぎる。さあ、続けて見ていきましょう。またしてもハノイロイヤルというわけで、ハノイロイヤルはね、まあレジェンドリーグトロフィー高い人たちがたくさんいるので、
でたくさんたくさん回してるアカウントがね多いんでね、ハノイロイヤルは。まあ、レジェンドリーグ上位勢のほぼ中身はこの人たちですね。まあなのでこの戦術に対する理解度は非常に高いというわけなので、まあこの戦術を愛用してますね。まあボマーでなんか突撃艦でターン反対からっていうのがまあ基本的な戦術になりつつあるんだけど、ボマーの強みをふんだんに使うように、まあ結構タウンホール側から行くこともいいですね。こうやって見てると、でレイジをタウンホールではなくて別のとこでちょっと火力の増強みたいな感じで使っていく形、まあレイジをなくしてスケルトンとフリーズを増やしていくっていうのも全然強いと思います。さあこうなるともう呪文は全て打ち切っているんですが、もう形がすごく見えてますね。インドラがもう気づいたら止まらない状況になっており、てかこれもう解説が間に合わん、早すぎて毎回なんか1分勝利とかの全開で気づいたら全開なんだよな。あー強い、キングたげてたダブインドラがロイちゃんが殺される前に壊していきました。圧倒的全開すぎるでしょこれも。クローク残し強っ強っ。さあ続けてはユニコーンズラブからチチンですね。日本クランもこの戦術をやっていくと、まあね、比較的トップバッターの人たちはプランニング時間短いこのインドラ戦術っていうのを愛用している傾向がありますね。どのクランもまずはやはりいつも通り全部のインドラバルーンにかかるようにトームを仕掛けて打っていくと、若干ライドラの方に膨らんでしまいましたが、ここでレイジフリーズで、ヒーローパッドの方にもね、スケルトン置いてますね。クイーンにちょっと対地クロスの滝が入っちゃってるのが痛いんですが、なんとか切り抜けていく。この配置なかなか癖が強いですね。さあ真ん中マルチ IT のところと、これ突撃艦が届かないんですよ。これちょっとヤンキーすぎたね。少し怖いところをすでにレイジは打ち切ってしまっています。さあ、ここでさらに奥のところにスケルトンを置いて、ロイヤルチャンピオンでタウンホールもケアできるかなぐらいの使い方ですね。さあしっかりタウンホールの方にインドラが誘導できるかどうか、ロイヤルチャンピオンを誘導できるかどうか。ここでフリーズ、1体のインドラがタウンホールをたげているわけなんですが、ここで最強のインドラ、まあ、ここが強いっすよね。1体のインドラでダメージがぐんぐん上がっていって、結果的にはそのインドラでタウンホールを壊しきることができました。ここで、ね、ちょっと形としては崩れてしまったんだけど、ロイヤルチャンピオン能力とスケルトンが最後タンクしきっての全開シングライティープホールド、これは強いですね。いいリカバリーでした。はい、続けてトライブゲーミングと NGT の対戦まで飛んできました。セリーニョですね、もともと INTG にいたインツにいた選手です。インツがチームがね解体して、この NGT っていうところにベルナウとセリーヌが行って、まあ、マリナウがスペースステーションゲーミングとして今回も出てましたね。で残りの人が、ルーピーがブラジルのどっかのチーム入って、でもう一人どこだ、あもう一人普通にどっか行ったんかで、まあそんな感じで綺麗なサイドカットしてますね。さあ突撃艦もここで混ぜるって初手トーム、まあ、突撃艦を後で出すか先に出すか結構意見分かれそうですが、これ突撃艦がトーム中に届くというのを読んで、ここで先打ちのトームでしたね。まあ、トルネが引っかかった、まあ、耐えるかな、多分耐えれたかな今の距離感だと。そんな感じでいい感じに突破できてきました。さあ対空砲が残ってしまったのを見てすかさずロイヤルチャンピオン展開、しかもスケルトンも無事に置かれています。いい感じに進めてますね。今回も大量のインドラがクイーンの方に向かっている。ここ、インドラスケルトンのね、やり方とかは以前動画にしてます。まあ、インドラスケルトンのやり教科書みたいな感じの動画を出してるんでね、最近。まあ、それ見ていただければどういう戦術なのか、どうやればいいのかっていうのがわかると思います。まあ、今もね、スケルトンを置いてったんですが、まあ、クイーンの竹っていうのをね、スケルトンで外していくっていうのは結構大事なことなんですけど、しっかりここも外されていましたね。スケルトンを打つことでクイーンのターゲットをスケルトンにすることでインフェルノドラゴンがなかなか やられずと、まあ、シングルインフェルノとか、まあ、ウォーデン像とか、まあ、その辺はね当たり前に打っていくべきポイントではあるんですけど、まあ、見落としがちなクイーンのタゲだったり投石機のタゲを取るために使っていくっていうので、まあ、これだけのユニットの量を残すことができるというね、本当に強いですねこの戦術。はい、というわけでね、今回はインドラスケルトンのね戦術をいくつか見てきました。世界大会の初戦からインドラスケルトン特集でしたね。
まあ動画の途中でも言ったんですが、インドラスケルトンのを具体的にどういう戦術なのか、どうやればいいのかっていう動画は別の動画にしてますので、ぜひそちらを合わせてご覧ください。まあ、基本的にはエアスイーパー逆らわないようにしつつ、まあインドラだったりヒーローのタゲを守るためにスケルトンを打って進めていくっていう戦術になってます。まあ面の取り方だったり、まあヒーローパートが援軍に入らないような使い方をするっていうところだったり、まあ基本的にシングル IT の配置だったり穴が開いてる配置に対しては結構刺さりやすいかな、ヒーローが誘導できるって意味ですね。まあ今回結構突撃艦ではなくボマを使ってのなんか、ボマを生かしたアタックっていうのも強く、非常に強く映りましたね。初手トームが絶対っていうわけではなくて、まあ選択肢として初手トームっていうのが非常に多く使われるだけで、まあ別の使い方をしてもいいのかなと思います。はい、まあ、かなりね環境を支配してると言ってもいいぐらいの戦術にはなってると思うので、まあぜひね、まあインドラってまあ以前はそんなに使われてた、そんなにじゃないんで全く使われてないユニットだったので、まあ使ったことない方はね遊びに使ってみても楽しいかもしれません。まあ意外とやってみると難しいところと簡単だったり、こんなに簡単に取れるのかっていうところだったり、あ意外と難しいところあるなって、やってみないと分かんないことあると思うので、まあ、ぜひね自分で試してみて、楽しいなって思った戦術に出会えることを祈っております。はい、というわけで今回はこんな感じで終わると思います。チャンネル登録をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。